茶いる？会長さんは？私はいいわ。はい、小太郎くん。ちょうど6時ね。6時半には帰宅しないといけないのよ。貧乏人は6時半帰宅よ。金持ったやつがルールを作るのよ。更新された部だけが自動的に一覧されるスレッド形式になっているから、何人かは見たかもね。ちょっとドキドキするね。どうした？おお、ファンがついに。私と会長さんが1番2番だもんね。お待ち。の練習しとかなきゃ。しもた、ボケてもうた。ファン効果侮り方しだよ。キャー、バカブル、猿のつがいが。それなら平和だね。物質のトラブル8000円。内容は予想できるけど、何だろうと思ったわ。確かに問題ある書き込みのようだけど、問題にするには少々パンチ不足ね。明確な誹謗中傷をしたとかなら、正式な手順で厳重注意に持っていきやすい。けれどこれでは。お前たちはまだ舐められて当然の時期よ。いちいち過剰な反応をせず、まずは受け入れなさい。泣き寝入りですか？掲示板なのだから返信をすればよろしい。こういった愉快犯的な書き込みをうまくさばいてこそネット上級者というもの。太郎くん、運さえあるからいけるかも。いけるいける。よっ、プレジデント。今日も憎い大統領風吹かしてやがるね。軽くね。お任せだよ。大人だね。惚れ惚れすら。よくそこまで正反対の自己評価を。あ、またすぐ書き越された。同じ人みたいよ。落ち着こうか。ブチギレ厳禁だよ。
ンしすぎてバーバリアンに大変。とうや。おかえり。レスもしたし帰ろうよ。天王寺、またね。太郎くん、自分に負けちゃダメだよ。あかん。あまり効かない。ダメかも。新たに出る杭は、こうした洗礼を受けるものよ。でも、ここは歴史あるんじゃ。活動休止期間が長かったから、新規立ち上げも同然。小太郎くん、はい、電話帳。怒りはここに。落ち着いた？驚き者の会。真に受けちゃダメ。悪いことはしてなくとも、寒いことはしたのだから。気にしない気にしない。それに、実際に会ってみたら気のいいやつかもよ。また書き込みが。いっそ好きにさせたらどう。私を楽しませてくれたなら、障害の1件や2件。障害ダメ。本当？うん、そうだ。よく我慢したね。えらいえらい。よかったよ。失礼します。え、ご苦労様。お邪魔します。ご両親はいないんだっけか。のびのび。どうしたの？暗い顔して。誰？うん、もしかして疲れてる？どうしたもんやら。だから昼なんだよ。あ、先にこっち。
やっちゃいたい。お願いする。またたくさん買っちまったよ。体育座りで待ってる。3年くらいかけてスーパーモデル並みにスリムになるし、芸能界デビューするよ。骨川スリム。違う、なんかね、波動を感じた。そうだ、それはまたバイブレーション的な何かでもある。両方の性質を持っているかもだ。一言で言うと、変な気配がしたな。これがそうだと申すか。部屋入ろうとしてビクってしてしまったよ。これなんとかなるの？効果あったんだ、会長のマジ。小太郎くんちのベランダ、お代金もらってるから頑張らないと。この3週間私が言った通りに世話しといてくれた。そう、よかった。じゃあ今日は楽そうだね。枯れてる。私様のささちゃっこい。あんたです。全滅やんけ。根絶やしになってる。暴君か独裁者ばりの手際で。かん、土地は今栄養剤と申したか。そういうのは難しいから置いていかなか。こらー、栄養の与えすぎが。栄養も愛情も与えすぎはダメ。そう、今はドライでクールなのが流行りなの。仕方ないよ。大量に買い込んで正解だった。小太郎くんは手伝わないでいいから、下行ってコーヒー入れといて。さて、大仕事だね、こりゃ。
土も取っ換えないとあかんの。土は自分でブレンドしなきゃ。ふひひ。休憩しよっと。通りでハーブ効果がないはずだ。おのおによく効くちょめちょめ成分がね。このクッキーおいしいね。素敵だよ。幸せだよ。ところで気になってたんだけど、この紙切れ何？なんだろう、全然わからない話になってる。その霊ってさ、どうしてコタロウくんのところに来るんだろう。とかなのかな。それはわからないけど。ごめん、忘れて。そうだね、この式紙を持っていた会長さんなら何か手はあるはずだよね。ううん、ごちそうさま。続きするよ。うん、コタロウくん邪魔だから。カットのふーん。早いのばっかりだからすぐにぎやかになるよ。今回のは自信作だね。リトルフォレスト42号。コタロウくんが滅ぼしたのは39号だよ。あちこちで新作を作ってるから数字は飛んでる。この42号はちょっと新機軸でね。そんなわけで、あまり人には見せびらかさない方がいいな。特に10年後とかには。ならよかったさ。今度はすごいよ、多機能。眼性疲労鼻炎のどあれ口内炎花粉症や風邪などに伴うくしゃみなどの諸症状の緩和。ニキビ、霜焼け、水虫、頭痛、生理痛、腰痛、不眠、消化不良、むくみ。抗
通安全家内安全金運将来商売繁盛。マックスに育てばそれだけの効果が。千年後くらい？金運将来が難しいんだよね。どうやっても効果を得るのに800年くらいかかる。そのあたりを解決したら、リトルフォレストシステムは億単位で売れる。植物様のパワーを信じておらぬな。千年後に吠え面書くよ。とにかくね、ちょっと寂しいけど、時間が経つと格好つくと思うから、メンテナンスは私がやるから。どうしてもって時だけ、指示したことだけやってくれる？小太郎くん、下手くそだから。いいってことよ。どこに連れて行く気？小太郎くん、前もこういう流れの時にラブホテルって言った。そういうふしだらな冗談嫌い。ちゃんとした場所ならお付き合いするよ。ズヤスコとか。ズヤスコ好き。毎日がお客様シェイシェイで。じゃあそれで。じゃあね、バイバイ。勉強しろよ。そんな卑劣な呼ばれ方されたことねえ。撲殺されてえか。全国ご承知だぜ。学校に来るのに制服着て何が悪い。そして俺がなぜ休日と知りつつも登校したのか。そいつはてめえには関係ねえ話よ。ざけんな。別件で来たに過ぎねえ。嘘じゃねえ。あんまふざけたこと抜かすと地面にキスすることになるぜ。けっ。別に何もしねえ。帰るだけだ。
当然手つらしてついてくんな。てめえだって勘違いしてたんじゃ。ち、どうだっていい。おい、玄関はあっちだ。付き合うな。帰れ。だから帰れ、てめえ。ち、減らず口野郎が。あの牛丼屋は俺の家じゃねえ。バカが、こっちに用事があるだけだ。てめえには関係ねえ用事がな。今すぐ帰って勉強始めりゃいい。ねえな、とっとと帰ってすぐに俺を一人にしろ。安心しろやタコ。俺が近いうちにてめえを討伐するクエストに出てやる。本気で口の減らねえ。どこがだ。半端もんだよてめえは。何者でもねえ。
そこそこかな。気で知るか。てめえはクズみてえに気が抜けすぎだな。俺の最も嫌いなタイプだ。感心するとでも思ったか。普段抜けたふりをするなんざ、そいつが人を見下していることを自覚してりゃいいさ。筋は通ってら。気に食わねえが文句まではねえ。だが大概は否定しやがる。そんなことはありません。見下してなんかいませんってな。俺はそういううさんくさい野郎は信用しねえし、つるもうとも思わねえ。誰のことだか分かってるな。自分のことを高呼ばわりとは恐れいるぞ。そこまで慢心してる分際で人を見下してることは隠すのか。本音隠してヘラヘラしやがって。ほう、反省なんて上等なことができんのか。こりゃ驚きだ。本気で言ってんのか。てめえからは何のソウルも感じねえんだよ。見事なまでに表層的なところではしゃいでる野郎だぜ、天王寺。
殺すぞ。ああ、わかんねえぞ。てめえの人生だろ、てめえで考えろ。ち、上等こきやがる。青春だ知るか。いちいち考えることじゃねえ。打算なんざいらねえんだ。ああ、だったらそこまでのことだろう。ああ、これだけの力を持ちながら、てめえ、てめえ、俺だけは気のやつを。天王寺、あれだけ人にまとわりついておいて、自分の時は無視か。恋の相談じゃねえ。ここはどこだ。だから学校のどこだ。迷っちまったようだな。さっきから探しちゃいるが、階段をとんと見ねえ。今さっき、俺たちはいつ4階から6階に移動したんだ。いや、記憶にはねえぞ。ち、こんがらがってきやがった。天王寺、今度はそっちが先に行け。出口まではどんなくだらねえ話にも付き合ってやるから、とっとと俺を帰らせろ。どうした？俺のもだ。校内で使えないなんて初めてだな。いつまで歩かせやがる。ノーバディだ。要はてめえも迷ってるってことだな。迷ってるじゃねえか。知らねえ。こっちが聞きたいもんだ。でかい建物だってことは分かっちゃいたが、これほどだったか。そういうことを言いそうな女芸人なら俺も知っているがな。そうか、あいつはそういうことを言うタイプか。
なんでもねえさ。それより迷路だ。階段もないと来た。こいつはおかしいぞ。に入ってみるか。見えねえな。霧のよう。ああ、はめ殺しってわけでもないのに開かない。なんだこの教室は。ヤンキーになったつもりはねえな。それに学校で余計な波風は立てるつもりはねえよ。やりたきゃ自分でやれ。ヤンキーがやったって同じだ。両隣の教室も同じだった。目でも見てるのか、あるいは化かされてるのか、見当もつかねえな。タヌキか花子か、あるいは音楽室の目が動くモーツァルトか。面倒だ、引き返すぞ。気に食わねえ場所だ。まるで校舎のコピーみてえな場所だ。どんなもんかわからねえが、一つだけ言える。なんだ。ギグ練習場。よしな、そう煽るんじゃねえ。血を見ることになっちまうぜ。この学校にそんな血生臭い秘密が隠されていたとはな。いいぜ、どんなもん。誰もいねえようだな。そういうことか。さあな、俺はいつも俺自身をやっているだけさ。だが周りの連中が勝手に騒ぎ上がるのさ。鬱陶しいったらないぞ。シロとは離れてろ。トガにきしむ古傷、暗い暗い暗い。俺は命を守らねえ。いつでも投げ捨てられる。死の形に臆するな。ハートビートヒート。俺は生きた熱気。悲しみ濡れる闇の死食い下がれ。拳で殴れるものだけが真実だ。食らいつけ。血の味だけが唯一。俺は誰にも救われねえ。愛で汚すな、情で落とすな。全てをなくした。
95か。よしな、褒め言葉は魂をぬるくして。俺は一対の翼、重さのない漆黒の。遅い、うん、おかしな野郎だ。電波が途絶してるよ。どういう意味だ。ふざけんな。さっきから見てるそいつは、奇怪な話になってきやがったな。歩くしかねえか。どっちかといや、ピリてめえで調べろ。ああ息が詰まって死にゃいい、楽になるぜ。俺もてめえも。仮にそうだろうが、俺個人の問題だな。関係ねえよ。死んでも呼ぶか。だと？クラスの連中がどうだ？連中を差別する意図の発言か。てめえ！黙れよ、恩知らず野郎。あいつらはそりゃガキっぽいところもあるだろうさ。ガキなんだから当然だ。だがよ、てめえだけはそいつを指摘しちゃいけないんじゃないのか。
ちの事情なんざ知らねえ。どう言い繕ったとしても、そいつは見下しだぜ、クソが。ジータを皇帝に分けといて、差別がないとは恐れいる。俺に言わせりゃ天王寺、貴様の方がガキだな。そのチャラついた態度、心底ムカつく。どう勘違いしてるか知らないがな、俺に差別やろうとつるむつもりはねえ。一人で存分に高いところに飛んでいけよ。気に食わねえ奴が目の前にいるからだ。そのうち決着もつける。覚悟しとけ。ヘラヘラしやがって、偽物野郎が。ああ、おざけ。うるせえ。言葉に気をつけろ。俺もいつまで。上等。ゲリラライブって気分じゃねえが、この薄気味悪いお綺麗な廊下をてめえの血で染めるってのはギグとしちゃ悪かねえ。のリアル引きずり出してやる。 Take this。 何？あのタイミングでかわしただと？今まで誰も避けたことがねえ俺のマッハナックルを。何？おざくなよ。受けろよ。なくる。コンマゼロ。マッハナックルコンマゼロは強き風をまとう。当たらなくともダメージを与えることが可能だ。
こいつまでかわすとは驚きだぜ。てめえを見くびっていたようだ。おう！なんだと？なんてスピードだ。買わせねえだろうな。だがたとえ何千発もらったとしても、てめえが花パせよ、死ね俺。またもドアを壊していただけて感謝感激の至りだわ。だからこっちのセリフだというのよ。お黙りなさい。構わないじゃないの。誰もいなかったのだから、誰に何の迷惑もかけてはいないはずよ。たまに秩序に反逆したくなるのだわ。私のことはどうでもいい。そちらの連れは放っておいていいの。シェット。ブルシェット。天王寺。ああ、どこかだ。なんだこの不気味な部屋は。捕らえられたか。ようこそジプシー、我が神秘の部屋に。不気味な部屋とはご挨拶ね。誰だあんた。
まさか3年だとでも言う。そうよ。ならば俺をこの部屋から。はっ。バカ。いきなりドアを壊して突入してきたかと思えば、わけのわからぬことを。とっとと出ていくがいい。待ちなさい。あ、その前に有り金を置いて。金だと。さては山賊。そうよ。ドア代を支払い、速やかに退出なさい。その場合、中年以上の女性にだけモテモテになる恋のおまじないをかけてくれる。私の魔力と知識、古より伝わりし霊薬エリクシルを本能的、そして年下好きのおばさま方との人脈が揃うことで、この玄妙なる魔術は成立するであろう。今これしか持ってねえ。なんなんだこいつは。いちくそ、もう夜かよ。天王寺、付き合ってとんでもない一日だったぜ。粗暴な男ね。同じ群れの仲間。こんな夜になぜ学校に。うん、変な場所です。どのようなキツネでは。別に気まぐれかしら。まさか。でも寝泊まりすることは多いわね。そこは金を握ら。我が魔術結界によって認識を欺いているのよ。実際金で金を稼ぐ資産運用は実に魔術的なものでしょうね。そう、お待ちなさい。ドア代。そう、ではプラシーボ効果も切れてしまうのね。残念ながら何一つ。それに現代の魔術師はだいたい高校を過ぎる頃には我に返って私生活に復帰していくものだから。お化粧、装い、交際、高校のうちに身につけてしまいたいことが女にはたくさんあるものよ。でも吉報がないわけではないわ。追加で式神が見つかったの。え、ま、取っておいたのよ。状態も良好のようね。やけ、シミともにわずか。しかも初版、帯あり。騒がしい。起こしてどうするのかしらね。なさい。私はいらないわ。で、それを調べたいというわけ。物好きにもほど。
白いカーテンに恐怖したこと、紙切れに霊的価値を見出してしまったこと、あとは何かしらね。超能力は超証明してくれるのだったわね。まあそれは楽しみかもしれないわ。ロハでイリュージョンを見物できるのだから。世界の七不思議。ああ、あれ、まあ頑張ってみたらいいのじゃない。応援はしてあげてよ。ねえ、それより明日から試験なのではない？お前ずいぶん余裕があるようだけれど。ご苦労様。天王寺、さっきの質問だけれど、きっと夢でも見ていたのよ。土日に考え続けてたんですか？まあ、インパクトは。ナポリ発作でもあるんじゃないです？どうしたんです？何涙ぐんでるんですか？知れませんが。何なんですか、いきなり。 B 級感満点です。いけてません。毎朝毎朝飽きませんね。嫌がらせですか？普通なん
ですけれども。いえ、おはようございます。そんなことあるわけないです。黙々と勉強してたし、ただ目は死んでた。込み一つで大騒ぎだったことは、いたずら書き込みどうなった。でも小太郎くん、方針なんだけどもね。それバックするトラックの空耳。冷静だって言ってたのに。これじゃあ導火線の短い人だよ。どうしてこんなことしたの？おばか。うん。ネットでの無知は断罪されるべきものよ。まずは続きを読んでみ。
そんな精神状態で直に会ったらダメでしょう。ネットの問題はネットで解決しようよ。さっさと謝ってとっとと。何する気？吉野くんを連れて行く腹積もりなんだ。無理じゃないかな。でもここで頭下げないと学校中からソース感食らうかもだよ。きちんと謝ればきっと通じるよ。だといいわね。恐喝だから恐喝。天王寺、天王寺、書き込みあり。試験も終わったばかりで退屈なのでしょうね。うちの子たちのお祭り騒ぎ好き、相当なものよ。うん？
悪なものを召喚し、ギャルパンチ。怒りで我を忘れていたみたい。もう大丈夫だよ。そうだね。ついでに初対面に対する態度でもないね。きっとかわいそうなんだよ。だから許してあげなよ。書き込みよ。粘着する気のようね、この一年。でも会長さん、私不思議、どうして他のコメントつけた人たちはこの一年生のことを叱らないんですか？よくいる輩だからでしょ。いちいち相手をしても仕方がない。それに部活をしている公的な立場とただの書き込みとでは適応する倫理の重みに差が出るのは仕方がないこと。そうですよね。実際はここまで好戦的じゃないはずだよ。だって私生活でもこんなだったらとっくに有名になってる。そうね。今年の1年生でそんな素行の悪い者がいるとは聞いていないもの。ネット弁慶、ネットヘラクレスの類と見て間違いはないでしょう。勝手に略さないで。まさか、会う気？それ喧嘩っていう。だけど、暴力を振るったら。綺麗だと思う。会長もそう思いますよね。ええ、とても綺麗事だと思うわ。そう、でも心配。コタロウくん、たまに理性を手放すことがあるから。理性とゴミのポイ捨ては良くないことだよ。書く人だもの。もうそこまで言うのなら特定しろというの？できないこともないが、あまり便利に使われるのは好まないわ。どうだか。わかったわ。一年 C 組の。うちのネットワーク管理は教員でね。すごか権力体。敵に回さないようにしなきゃ。一度言ってくれ。上等だ。いい加減てめえとの馴れ合いにも飽き飽きしていたと。同感だな。場所と刻限はどこで知りたい？申し込んだが嬉しいぜ天王寺。はなかなかの申し出だ。当然だ。こ
断る理由。さあ、どこへなりと連れて行きな。一年こんなとこで追っ始めようってなことはねえが、一年なんざどうでもいいが、そい、まさかてめえに。いや、どういうか。そいつはいい。だが、この一年はどうしたことだ。ああ、こいつが。ねえな、こいつはそういうやつじゃねえだろ。血に飢えた狼の気配はわかるもんだ。こいつは平和な世界で説明しろ。ことと次第によっちゃま、関係なやつ巻き込んでんじゃ。俺には関係ねえはず。なんだその意味不明な式もどきは。おい一年、てめえだろうな。ちまたじっ、
脅かしたんだね。ネタを提供させたそうだけど、そちらの方はまともなのかし。ほいじゃあどうする？初調査だね。土の子？土の子は満腹の蛇。土の子は手品。未確認の動物はいても、その中に土の子はないでしょうね。あれこそ、まさに流言飛語。おや、素直。具体的にはどうやるの？校内のことだしね。土の子目撃報告。確かに最近よく耳にするわね。これからすぐに行けば人も残ってるかもね。行ってらっしゃい。いや、とても面倒。二人で行く？嫌のうち。純度 100% の拒否。キモいわ。青春なんて言葉、今時流行らないんじゃなくて？地道な作業になるのでしょ？どうせ無駄骨を折ることになると分かっているのに、なぜわざわざ疲れるようなことをする必要があるの？交渉は受け付けないのよ。そんなことは理論的には起こり得ないわ。起こり得ないわ。毎日戦場に出ているもの、戦場の魔女なのよ。ワンプレイで500キロカロリーくらい消費をしている心構えよ。ああ、もう、煩わしい。わかったわ。付き合ってあげる。ただし、私は見ているだけ。聞き込みはお前がなさい。では15分後に中庭で合流しましょう。おまた。うん、お弁当。込みなら400円、抜きなら300円だよ。イナゴ慣れるとくせに。300億万円。こういう時にマージン取れるんだ。うん、私そんな欲深な女じゃないの。でも取れるなって思ったら気になっちゃったの。
かも。食スカスカだった。お疲れ様です。眩しいのよ。溶けそうなほどにまばゆいのよ。おのれ太陽、肌がチリチリいっているわよ。体質的に日光が苦手になったのやもしれないわ。深夜番組見たいのよ。会長も食べますか？私は結構よ。昼はそれほど食べられないだけ。起きたばかりということもあるし、これだけでいいわ。
ないかも。そうね、戻るべきだと思う。何を勝手に漁っているの？カメラはそこの棚。メモリのカードはどこ？一緒に入ってるわ。借りていいです？ご自由に。1000枚取れるよ。やあ、じゃあ改めて。こんにちは。げ、流行るかもしれないわね。人に会ったら開口一番げ。短くていいわね。なんかよくわからないんですけど、とりあえずなんで小太郎がこんなところにいるんです？逆に聞きたいわね。なんであなたは今までこんなところにいなかったのかしら？それは。まあいいけど、毎日顔出せとも言ってないし。だって同じようなとこばっかりでどこだかわからなくなるんですよ。なんか知らない人たちにチクチク裁縫するよう勧められて、そっちに行ってばっかりで。空き教室を拠点に活動してたわね。そういえば同好会だけど。一生懸命断ろうとしてたんですけど、ようやく断りきれました。そりゃ難儀だったね。そのうちシベリア行きの船にでも間違えても。茜さん、冷たい。それと手芸同好会は掛け持ちでもいいのよ。もう針はいいです。で、ちーちゃんもここ所属なの？はい、多分そうです。開始。はい。突然なんです？せっかくだから付き合ってあげなさい。あなたとしてもこの子のパワーは欲しいところでしょ。そうね。なんかよくわからないですけど、茜さんがそう言うなら。私、携帯持ってきてないんですけど。カバン部室に置いてきちゃったんですよ。わかりました。部活に関係あるんですかそれ？せっかく手伝いに来てるのに意味のないことさせようとしないでください。まあとりあえず一緒に回ろうよ。土の子って何です？私も公式設定知らない。私の知っている範囲だ。土の子はかなり歴史のある未確認動物ね。銅の膨れた奇妙な形の蛇。この生き物は古くから何度となく目撃されていて、最も古いものでは長野県で出土した縄文土器の飾りに土の子に似た生き物が確認できるそうよ。うわ、古い。野土の正体が土の子という話はあるようね。神話的背景が絡むとことは一気に複雑になるのだけれど。野土？野口？目も鼻もない大口の怪物と描写されるわね。これは野に潜み小動物を食べると記録にあるわ。でも野槌は元は神だわ。野
口さんは神様なんですか？例えば古事記には蚊帳の姫の神という女神について述べられていて、これが野槌の神と呼ばれている。れっきとした女神よ。イザナギとイザナミが産み落とした。蚊帳というのは植物、つまりは緑の神であるということ。女神様が妖怪になったんですか？神話では神聖の変質がたびたび起こるわ。かつて神だったものが他の宗教などに併合された際に悪神に貶められ、やがて単なる悪しきものへと追い落とされたりするのね。逆に寸胴の蛇という怪物的な存在がいたとするなら、時に崇められて神聖を帯びることもあったのかもしれない。先の縄文時もそういう信仰の存在を示している。はあ、おもろいかも。おいしいんでしょうか？この子食べる気だ。仏教が伝来し広まるその過程で、日本の神々が仏教に取り込まれた。しかしあくまでそういう説があるというだけの話だけれど、実在を疑う身としては神話的な想像によって野槌から土の子が創作されたのだと論陣を張りたくなるわね。古事記と土の子が結びつくかはともかく、古い文献や各地の郷土史に胴が太い蛇の報告例が多いのは事実ね。天王寺の好きな言葉で説明するなら、日本最古の UMA かもしれないわ。あ、神武天皇がいたわね。水方熊楠という学者は野槌マムシ説をそれとなく展開しているのだけれど、私もこの辺りを推したいところね。土の子は満腹蛇。なんだかよくわからないですけど、それっぽいのを探せばいいんですね。写真撮る。バカな。してませんか、それ。なんか引っ張られてるんです。引っ張り返します。はーい、ケリー、ごめんなさい。甘えたの？
ですか。よく…ご苦労様。目的達成です。何？それはフィルター設定で、人の顔には自動的にかかるようになっているのよ。せっかく美人に撮れてるんですけどね。だわけ。第三者の顔を写して問題になったら、またブログ炎上するわよ。だわけ。案外喜んでくれたりしないですか？だわけ。再び嵐が巻き起こっても良いなら、あなたの責任でそうしなさい。だわけ2回目。生徒が賞を取ったとか、部活で勝ち抜いたとか、そういう場合は顔を写すのも問題ないというのが当然でしょ。認識が甘いのよお前。お疲れ様タイム。塩茶塩茶と。Thank you.
ですか。よくわからないですが、私は。Thank you.
野草委員会からお知らせ。緑を増やそう委員会では、収穫祭が終わるまでの期間、町の各所にハーブの鉢植えを置くことになりました。ボランティアになります。鉢植え作りと鉢植えを置く仕事があって、ありまして、手分けしてやることになります。それで、参加してくれる方は職員で、それとボランティアなのでお金は。日程ですが、毎週金曜出られる日だけでもよくて、あとそれと、事務局からお電話で行きます。一日でも参加してくれた人には、わずかな水ですくすく育つ芝生ワッペン、また希望者には、あと直接現場に来てくれても、お家族やご友達を、終わり。それは罠よ、天王寺。ブログは手数。そう、その時お前はアルファブロガーにもなれよう。アルファブロガーは日に3度更新することもあるという。時間は余るものではなく作るもの。会社の傘で更新すりゃいいのよ。ご覧、
ネタの蓄積があれば選択肢が生まれる。天王寺、勝ちたいならネタをお探しなさい。そして記事を書き、頻繁に更新なさい。さすれば。バッキバキやで。そういうことを言うキャラではない。あまり調子づいていると暗黒魔法の餌食だから。とにかくあまり更新していないとネタも集まりが悪くなるのは必然。きちんと活動していればおのずと人も集まるはずよ。当初ではない普通のメールも来ているのね。新聞部井上、知り合い？噂を聞いたことがあるわね。知り合いだったの？見てみましょう。ゲットしたわね。私が言っていたのはこういうことよ。選べる立場なの？一人で調査するのが怖いなら友達でも誘いなさい。しばらくそうやって遊んでいるといいわ。多少のトラブルはこちらで吸ってあげるわ。家も機械もするわけないでしょ。コーヒーメーカー使えないけど。千早がいじってたら壊れたのよ。ほらこれダイヤルがバカになってる。もったいない。治るなら治すべきだわ。やらないの？仕方ないわね。買い替えましょう。愛着ってものがあるのよ。
それにご存知？長く使われたものには霊が宿るの。つくも神って言ってね。荒ぶれば妖怪、多く災いをもたらし、なぎれば神、幸をもたらす。あと80年ちょっとじゃない。案外その宿る霊ってのは使っていた人間そのものだったりね。素敵じゃない。ま、廃棄。中身も一緒に捨てといて。出て。あなたなんぞが私を使うつもり？身の程知らずもいいところね。見てたわ。すごいわね、あなた。しずるです。じゃ、あかね。よろしく。こちらこそよろしく。所属はできない。それなら強引ね。楽しいって言われてもね、部外者はあまり。うん、はいはい、だだっこの相手は嫌よ。よくわからんが、やったのか？はあ、うん、別にいいけど。責任あなたが取りなさいよね。私は言ったわよ。私は小太郎の手伝い。
何見てるんです？はあ、なんか本当にやる気ね、小太郎くん。よくわかりませんけど。こんにちは。そして帰りなさい。何を？何をしているのですか？あなたは先ほどの会話を何と？そうですか。これは言葉足らずでした。私は言葉のそのままの意味で言ったつもりです。つまり帰れと。ここは部外者が立ち入っていい場所ではありませんよ。そんなさまつなことはどうでもいいでしょう。帰れと言っているのです。人が静かに本を読んでいるというのに、邪魔をするのは無神経だとは思いませんか？あら、珍しいわね。男子が二人、こんなところまで。これはお嬢様、ご機嫌麗しゅう。ん？ああ。ええ、そうだ。そうだったわね。その通りです。じゃ、その辺でくつろいでて。はい、そうさせていただき。何？こいつとは失礼ですね。部外者とい。何をもってリアルなのかわからないけど、知り合いは知り合い。でしょうね。待って、あなたも転校してきたんじゃないの？いいえ、今さら学び屋通いしたところで得るものなどないでしょうか。そうね。あ、じゃあその制服は？これは千早さんのものです。発注書になぜか私のプロフィールを書いて出してしまったようです。だから今は別の制服を着てるでしょう。違和感ないのはありがたいけど、あんまり好ましくないわね。そうですか。私は割と気に入っておりますが。あら、そう。それは良かったわね。千早の兄です。だそうよ。とりあえず
やっぱりここにいられたらいろいろまずいと思うの。出て行ってくれない？それはお断りします。お願いしてるんじゃないの、命令よ。これはいいなこと。ここではお嬢様はお嬢様で。そうなの。ああ、でしたらお茶。結構よ。部外者の出した飲食物は喉を通さないことにしているの。それは残念。あれ？なんか多いです？は、はい？な、千早さん。ああ、昨夜来てたんですか？ええ。千早、この無礼者を早々に追い払ってちょうだい。はい？まあ、じゃあ昨夜は追い払われてください。承知しました。どちらへ行けば？校内でもブラブラしてたらいいんじゃないです？ではそのように。ダメ、目立たないようにしてちょうだい。じゃあ目立たないように校内をブラブラしてきてください。ではそのように。ダメ、もういいわ。その辺で大人だそうです。了解いたしました。ではお茶でもご用意。いや、だから。お嬢様はいりませんか？いらなければ千早さんと私の分のみのご用意となりますが。わかった、入れて。承知いたしました。はい、誰で？これはこれは、大鳥作也です。ではお嬢様と千早さん。はい、誰ですか？はい、帰れと言われてるんだから帰ったらいいんじゃないです？心外ですね。私はいつでも。いつもの昨夜ですよ。兄ですが。違いますよ、昨夜は昨夜です。あ、兄です。こんにちは、兄です。千早。あ、はい。あなた設定忘れてたでしょ。あ、いや、そうでしょうか。そのうっかり悪癖は直した方がいいわね。千早さんは嘘のつけない清廉潔白な方ですから何ら問題はありません。さあさあ、お茶が入りましたよ。見る。ありがとうございます。ではてんこ盛り。あなたの甘やかしっぷりは時に感心さ。お嬢様もどうぞ。ありがとう。他人同士が一緒に暮らしてるんじゃ世間的に不自然ですものね。あ、そうでした、そうでした。黙ってなさい、うっかり魔人。魔人。妻にはなれませんね。あ、そうか、そう見られるんですね。これはまた短絡的な。全然ないですね。正直に申し上げますと、私はゆえあって千早さんの身のそういった認識が近いかと。そうですね、言うなれば私は千早さんのないと言ったところでしょうか。お嬢様は冗談がきつい。どこぞの馬の骨様に千早さんのファーストネームを呼ばせるなどとは。
とりあえずあなたの初対面の印象は最悪でした。もう少し落ち着きというものを持って。別に千早でもいいですけどね。さすがは千早さん、どこぞの馬の骨様にも。いえいえ。何を馴れ馴れしく言いますか。無遠慮選手権というものがあれば。個人的にも私はあなたが嫌いです。では私はそろそろおいとまするとし、千早さんも歓談は結構ですが。わかりました。それとお茶菓子をお持ちしていたのを忘れ、お嬢様もよろしければお上がりください。ありがとう。馬の骨ゲス野郎くんでしたか。似たようなものですね。よろしければどうぞ。まあそんなさまつなことはどうでもいいですね。ああ、あとあまり余計なことに首を突っ込まないことです。私はあなたが嫌いですか。まあいいでしょう。お嬢様のお月にはふさわしいのかもしれません。褒められているのかしら、天王寺も含めて。さあどうでしょう。それもさまつなことです。ではごきげんよう。もうどうでもいいわ。おっと失礼。お嬢さん、おけがを。それはよかった。無礼をお詫びいたします。では。どうでもいい。気にしてると疲れるから。かっこいいですからね。どうでもいいけど、もう休み時間終わる。お外のパン屋さん、昼食を取りに行くんだ。Thank you.